ついに来た。森や危機よ、災難よ、冒険者協会はとうとう猫や犬探しといった低俗な依頼とおさらばだ。あなた若者よ、さあ、流災が集結した。代理団長の演説を聞いていなかったのかだと、風魔流よ、なぜもう少し耐えてくれなかった。我々の出番がまだだというのに。ありがとうな。やっと一件落着だ。流災の影響でいくつかの輸送ルートが封鎖されてね。食料や果物ならまだ、お酒を飲めない日々なんて。あ、早く輸送ルートが復活してくれることを祈るよ。あれが四風守護の一柱、トワリン様だったなんて。モンド不幸中の幸いですが、私たちと東風の竜トワリン様の関係は、今回はあなたたちのおかげで助かりました。セピロス騎士団がいてくれれば、これから先もモンドは。いらっしゃい。お客さん、ご注文は何にしますか？はあ、釣れないな。親友の俺を無視する気か？実力だけじゃなく、騎士としての美徳、ユーモアも兼ね備えてるようだ。モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと、騎士として心が震え立つもんがあるな。ガイアがまた適当に褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。頭ん中を整理したくてな。静か。他の騎士は後片付けしてるっていうのに。考えるっていうのも大変な仕事だ。むしろ戦場の後片付けの方が楽。ほーん、その考え事って？アビス教団のことだよ。流災でジンがモンドにいなかった間、アビス教団にとっては絶好のチャンスだった。もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを送り込むか？真相を見極めるため、俺は待つことにしたんだ。それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを、城内に不審者がいた。モンドの城内にか？ああ。他の騎士が城の外で戦っていれば、城内の守りは必然的に手薄になるだろう。だから城に残っていた俺はアビス教団の侵入者と、ちょっとばかしやりや、あの手この手で情報を聞かせてもらった。その情報っていうのが、そいつらアビス教団を裏で、アビス教団を統治？トワリンをあんな風に戦いの道具とさせたのも、その統治者。あの手この手って、どん、そこは俺の天才的な話術によるものだと思っておいてくれ。その統治者はアビス教団の魔物に、姫様と呼ばれ、まあ、情報共有はここまでにしておこう。アンバーがこっちに向かってきてる。一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。じゃ。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。そうなの？あの話術に騙されたんじゃない？まあ、あの人のことは置いといて。もうクタクタ、お腹もペコペコだよ。サラさん、人参とお肉のハニーソテーちょうだい。最近ますます賑やかになってきましたね。
流災も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？多分モンドを離れて七国を旅しながら彼の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であれば、あんたはセピロス騎士団の戦友であり栄誉騎士だから。うん、モンドはいつでも歓迎するよ。早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。がおすすめするだけあって期待度。当然だよ、料理の腕にはあまり自信ないけど舌に自信はあるからね。あ、そうだ、伝え忘れるとこだった。ジンさんが大聖堂で待ってるって、天空のライアーのことみたい。早く行った。こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さんモンドを守ってくれて本当にありがとう。平和に解決できてよかった。本当にフーマリオと戦うことになって。ああ、これでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで、外交の進展は何も得られなかった。はいはい、それで天空のライアーを持ってきてくれたわよね。代理団長の担保も無限じゃないわ。数奇教に何度も持ってきたけど、うん、ちょっとな。ん？貸し出し料とかは必要ないから安心して。教会には寄付。え？その。いやー！天空のライアーが！バルバドス様。バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや、天空のライアーを僕に貸して。天空のライアーはもう貸せないわ。さて逃げようか。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法 100% 完全無欠じゃないからね。何？お、金融野郎。おい逃げるな。
あら、ハムスターが見つかってよかったわ。いや、こんなところに噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な銀遊詩人。嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。これが神の心、集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。神の心を手に入れたもの、行きましょう。騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。あ、栄誉騎士、目が覚めたんだね。あなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて、あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、私の治療が彼こんな感情は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。出て行った？どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴、彼はそう言ってたよ。止めようとしたけど、ジン団長が行かせてやってくれって言うから。なんだか確かウェンティは前にあの木の下で傷を癒してたよな。風神と風たちの血のつながりが理由だろうな。きっとジンも気づいたはずだけど。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。はぁ、気づかれてたか。はぁ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。でも君にならこっそり教えてもいいかな。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力機関だ。それを持つ者たちは神の目を通して元素力を導いている。実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。その者たちは元神と呼ばれて。元神？聞いたことがない。それは本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な機関はいらないんだ。その代わり、神の魔力機関は天空の島と共鳴して繋がっている。それが神の心だよ。ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は一体誰だ？
彼女はシニョーラ。ファデュイ11人の執行官の第8位。ファデュイの執行官は、みんな彼女のように、スネージナヤの助行によって、神のような権力を与えられ、凡人を超え、スネージナヤの助行？うん。七神の一柱。スネージナヤパレスに鎮座する、氷の助行。ファトス全員が忠誠を誓う、唯一の相手だよ。七神間の関係は、全員仲がいいわけではないけど、まさか、彼女が他の神から、なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は、僕とのつながりをすべて絶ったからね。でも、氷の神とファデュイのことは、後でまた話すよ。七神を全員探すとなると、君の旅は、おそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って、自らリーユへ全域を治めてるから。彼は年に一度だけ、公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を、民に伝え。それでも、その仕事の頻度は誰かさんより上だな。とにかく、今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。うん。逃したら。はあ？そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。じゃあな、早く行こう。待って、風を捕まえる異邦人。そうだよ。旅人。君が再び旅に出たとき、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥。歌と城、チョコ、ファデュイと魔物。みんな、君の旅の一部。終点は全てを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目で、この世界を観察するといい。うん。風神の忠告はここまで。ここから先は、ウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら、今聞いておくれ。僕は銀融詩人だからね。ずっと同じ場所にはとどまらないよ。じゃあ、早くリーユへに行くといい。今年のゲーセン儀式を見逃したら、また行っ。爆弾持ちすぎたのかな。